一席、一席っていうとお笑いごと続くよりしょうがないかね。これから演じる落語なんですがね、これこの CD 用に入れるっていうのはちょっといかにも姑息でね、じゃあ普段寄席でやったことないのかと、で寄席でできなくてここならやれるだろうと、これ言い訳だけどそんなことないでやってんだ。で録音がなくなっちゃったんだ。どこ行ったか分かんなくなっちゃった。きっと川戸が盗んだか志の輔がどっかへ持ってって売ったかですね、大体予想はついてるんですけど、まあ、警察の方に話は届けてはあるんですけどね、それないということでね、それで入れで大概この客がいるところでってことなんですよね。ところがね、客がいるところでやってあんまり面白い芸じゃないんだよとね、いないところでやるのとね、客入りでやるっていうのとね、芸人ね出来が違うんですよ。私はまあ正式と違う、違うんですけど、よく違うんですよ。いい本なんです。決して悪くならないんですよ。これがね、さすが家元いよ。まず褒めてから話に入るってこれ難しいんです、言っとくけどね。これ謙遜してら少しぐらいしごくてもいいのって言えるけども、こうエバリクサって言ってあとね、まあいいや、まあよく言うんですね、あまり聞いたことない話というのはやり手がいない、なぜいないかっていうとつまらないと、ごくごく理由は簡単にこうなるんですがね、江戸は柳橋の第一貸しに住まいをしている北里紀之助ってやつ、でがこれ富山の新港のね、これは紀之助じゃなくて志の輔、今手配中の志の輔、うちのあれ元弟子なんだかね、北里紀之助という、なんで、北里とつけられたのか、北切すずめの一丁だってわけじゃないだろう、粋なやつなんだからねこいつは。まあだんだんに話してくるが、その頃吉原が北国日本橋に磁石を置くってえと北に当たったんで、北国で北国で、品川をそれに対して南で、その北国北の里だね、狂わだね、まあ無理に字を当てりゃ北の里で、この里は狂わだけど里ね、北里柴三郎いろんなこと知ってたろね、北の里と書けないこともないと、そうすりゃ北里とも読めるから北里紀之助か、はたまたその頃流行ったイカ様の当て物にね、いろんなあなたちょいなちょいなだとかね、やれ北里屋のちょいってやつね、から二三の水出しね、やらずのもなか、つまりもなかの皮の中にいろいろ、まあまあ説明してもしょうがないが、つまりまあ敵屋がやってるあれね、でその一つで北里屋のちょいのいい加減だから北里紀之助って、まあどうでもいいんだ、俺の方がよっぽどいい加減なんですけどね。元は本白金町あたりのそこそこの店の若旦那、若旦那となるというと話の方が定まれてね、まあ大概遊び好きと決まってる、これはまあもったが病で治らない、おまけに筆もたちゃ三味線も弾くし踊りもできる、遊びは一通り OK となり、知恵もいささか回ると、こうなると人間みじん膜がつきかねる、いいセリフだね、みじん膜がつきかねる、聞いてるか内閣で。まあ遊びが過ぎたってのはね、早い話が金がなくなったと、まあこういうことだよね。で親からもらった財産すっからかんのからざいふってもるんぺん、懐かしいな、徳山玉城のルンペン節、まあ、こっちへ置いといて、すっかり使って空っけつの一文なしだ、太鼓持ち上げての末の太鼓持ち、言葉通りの野太鼓となるが、これとって長持ちはしませんでな、さあ人間しまいにはやけというか、人生慣れ行き家元と同じ、何お江戸ばかりが日が当たるわけでもあんめえと、どっか行きゃまた明日があるさ、なんとかなるかと、それでもまさかの時にと用意のお金を何がし、こいつ懐に夜逃げ同様江戸を売って、親もなければ兄弟もないのんきたびと東海道を這い上がり、今日は楽中楽街から大阪山号大和にかけて見物だ、宙に抜けて熊野の神社、淡路島から四国に渡る、こんぴら船船おいてにふわげてしらしゅしゅしゅと回ればさぬき土佐あわいいよと、しかしを見物文語へ渡って武田は岡の城下、西へ西へと海を渡り、どんどん西行くてとどこ行くんだよ、その先は塀があって違う楽が入っちゃっていけない、阿波の一宮へ参詣をして流れ流れの果てという持ち金のすっかり切れた空っけずすっからかん、亡くなったところが肥後の熊本五十四万石は細川越中の神様のご城下、俺にたどり着いた時には北里紀之助今言うごとく一文なし、ドルもなければユーロもない当たり前、円もない当たり前、たらいたね、驚き桃の木三輪坊、お天道様と一緒に懐が食えちゃうな、どうするどうする、年の暮れじゃね、秋の暮れだね、やったね、おい城下町だよね、
旅籠はありますよ、軒に並べてますよ、誰かいますよ、誘ってますよ、俺誘わねえんだ。なりを見んのがね、偉いね、プロフェッショナルだね、千里眼がね、見通されちゃたまらねえ。俺もなんとかならないかとなるわけはないが、ひょいっと見るってえと、そこにあった安堵に何だ、江戸屋とあったね。イオンイオンイオン、嬉しいね。え、江戸屋と来たね。お疲れ様、ご苦労さんでございます、お待ちしておりましたと言ってるね。こしたら江戸っ子、え、江戸屋だよ、これ仲良くしなきゃいけねえ、ここに決めよ、まあ、決めんのはいいけどね、妙な理屈だね。ごめんよ、いらっしゃいまし、江戸屋って名前が気に入ったんでね、今夜からやっけになるよ。え、おやお月さんでございます、ただいまあの杉の水を、お頼む、足にね豆こしらえてね、しばらく投入するよ、ありがとうございます。お一人様でございますな、うん、どうぞごゆるりと。おごゆるりね、あんまりこれごゆるりになると居残りになるけどね。え、いや、まあ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 、こっち残って、ね、湯から上がったらね、長所三文ばかりね、うん、つけといてくんねえな、ちょいと熱くね、で、いや、腹へたまるもんがちょいとありゃいいや、うん、なんでもいい、あとへ任せる、疲れる湯酒おまんまとくりゃね、あとは寝るばかりだ、下に木の助、明日は忘れてぐっすりの巻きだ、カラスカーで夜が明ける、木の助のやつはさて、まずは朝飯おまんまからと飯待ち顔で野郎布団の上へ起き上がって腕組みして考えてやった、ちょいとあげますよ、どうぞ、おはようございます。あのね、失礼だけどあなた木野さんじゃないか、え、うん、木の助さんだろ、おい木野さん、へい、ほら木野さんじゃない、えだろ、よっしゃ、木野助なんすよね、野田さん、どっちだ、で、おい、どちらねえだろよ、え、根津八重垣町の私は成駒屋だよ、成駒屋よ、そうだ、違えねえ、成駒屋、ああだ、いやー、驚いたね、ねえ、山と山とは出会うのが人と人とは出会うもんで、あの説はいろいろと、で、大将なんでここへ、え、うん、ほうほうほう、この屋の、え、うん、宿屋の主様、大将、親分、うん、閣下、神様、いや、これ驚きましたな、これ、驚いたね、いなところで麗しきご尊願の帝を拝し、かつまたこちらのご尊面をご覧に、なんだそりゃ、こういうことを言うね、話が入ったんですよ、うん、正直言うと今の円蔵の師匠の円蔵、元円教、いやいや、まあ、なんでございますな、で、これはこっちへ置いといて、ね、まず人間袖すり王も多少の縁どころが一連卓勝、ありがた山の関東美ヒュートロトロと嬉しなぎ、どうかよろしく、隅から隅までずずずいとお願い、ちょっと待ちよ、さするところお前さん懐はクヤだね、おい、だろ、よナスの与一なんだそれ、ですから一の矢でもってズバリ当たり金的だよ、おい、当たらねえ方がいいんだけどね、おい、何よりね、旦那、あっしはね、無地の羽織でもんなしってのはどうです、おい、そうつまらねえしゃれ言ってる場合じゃないよ、おいと、何かお前その江戸屋という、この安どんを見て入ったの、よんよん、さようさよう、ごもっとも、なかなか何くだろうと言ってる、これお前もう下手すりゃねえんですから、懐がないんですからね、空馬に転んだ試しなしというバカなこと言っちゃいけないよ、お前、下手すりゃお前晩所へ連れてかれるよ、私だからよかったものの、お前空馬だって転ぶじゃないよ、まあ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 、その辺は何がまあまあだわ、いやね、だんだね、こうこうこうなった物語、まあ一通りお聞きなされてくださりませ芝居係だね、身の置きどころとてさらになく、泣く泣く江戸をだりむくり、今日明日ゆんべは大阪、回る配布は宵越しの、いや銭は持たねえ流れ旅、親兄弟に見放され、赤の他人の形勢に可愛がられをはずはなし、死後の熊本ぜひおいでと、誰がおいでと、いやいやだからね、波に漂う捨て小舟、どこへ取りつく苦がもなし、鳥は木に眠り、魚は月夜の水もに浮くも、あ、来たり木の助、今夜のねぐらとてござんせんで、二親に早死に別れし、はぐれ鳥、焼け野の木にす夜の鶴、泡ざガラスの私を、吉原すずめと羽がいにつけた旦那松の木、松は男の立ち姿、どうぞ、いや、どうぞお助けくださいませ。ああ思い出すな、お前さん何とって言うとすぐこう芝居係になったけど、まあね、
正直言ってね、まあ私も知った人がね、うん、いてくれると、それも同じ江戸門がいてくれるってと心強いよ。うん、よがすよ。引き受けますよ。よっ、引き受けた。ありがてえ。よ、こっち来ねえ。よっ、それは。よしな、とりばあろというね。まあ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 、わかった。なんか言わない。話は順に順にと。で、木野さんね、お前さん、昔からほら、食べ物はうるさかったね。ああでない、こうでない。いい、アイスよ。すまないことはないんだけどね。どうなんだろうね、この、乗せる方はいいけど、この作る方ってのはどう？まかないは。嬉しいことを大将は聞いてくれましたね。え？よくそのことを覚えててくれました。私はね、名題のグルメってやつでね、え？と、お前さんはできると。うん、自慢じゃねえかね。八尾板の花板からね、我が旦那の包丁は、素人には惜しい腕だと言われた、私は。いや、まあまあいいや、結構。本当が、本当ですよ。本当ですよ。嘘言わねえですよ。嘘を言うときは本当の嘘を言うんです。なんだ、いや、だからさね、嘘つき。なんだ、いやいや、まあ、なんだ、わかんないんですよね。これが男子落語のいいところ。また始まった。じゃあ、話を戻しましょう。どう戻す？江戸屋と書いた、そんな戻さなくてもいいです。朝料理ね、作れますよ。何でもいいです。何でもいいですか。何行きましょうか。え、麻婆豆腐、マカロニグラタン、スパゲッティナポリタン、トムヤムクン、何でも作っちゃうんですからね。お前さんはシャレを言ってるようだけどね、どこまでがシャレで、こっからはぐらいのことは私もね、まあ人を見る目がいくらかあるしね、お前さんも知らないあれじゃないから分かりますよ。うん、でね、うちはね、お前さんね、泊まりのお客と他にね、その料理だけのごひいきさんがたくさんいるんでね、で、料理番がね、ちょっと訳ありでね、国へ帰っちゃってね、はい。ねえ、で、まあ今話になったのは、お前さんにそれができればこっちは助かるね。おー、いいです。嬉しいですね。大将が良くて私が良いとね。双方が良くてお客が良いとなら、これ繁盛しますね。うん。ね、よろうじゃありませんかね。めでたいね。いよー変な締めようだね。もう変ですから、人余計に入れたっていうのはあっちの嬉しさだね。とにかく、何でも来いと吹いた。やろう。嘘800並べたようだと思うと、いや、さにあらずでね、おら、何のかんのとね、やることはやるんだ。今言う料理、板元より帳付けから掛け取り、客引から片付け、掃除ね、時には野郎芸者よろしく、座敷へのたり込みやがってよ。大将、いやすか言ったらほんでね、まあ、いくらのだいことは言いながら、本場の江戸の岡場所で本物の太鼓持ちをね、いいねとうならしたこともあるというね、そのぐらいの野郎腕は持ってるから、場所は場所だけにね、格が違う。あちらでも木野さんと、こっちでも木野助さんちょいとね、もらいおかげねえなってら、居残りになっちゃったけどね。うん、引っ張りだこで何のことはない熊本の野郎居残りを決め込みやった。こういう野郎で豆だからね、退屈を知らないというか退屈にしないようにできてるのか退屈に耐えられないのか、手の空いてる時にはちょいと出かけてって近所の子供ね、子供しやお客のお、まあ、身内というかいろんなこのつてがありますわな、そば行ってやれペンペンをちょいとこのところはててんてんててんとんってこうでござんすのやれとことんとこの点はこういうふうにやるのと手ほどき、江戸屋に重宝がられて水戸戦をし三年の辛抱と相なったと。旦那、あ、帰りました。おや、お帰りにして木野さん、阿蘇は地獄行ったか。今回はね、タルタマの方でね、藤浦の大将がね、地獄は湯がどうもこなれてねえからってなことを言いやしてね、こっちはお供ですから旦那のね、ご依存なし御意のままってなもんで、そちらへ。あ、そう、私も阿蘇へ行ったけどね、大きいね。そうかな、大将、あっしはやっぱり富士の山の方が。おい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 、ところが違うよ。国島はこっち置いつきねえな。豪にいらば何とやらってえだろう。ここではちょいと阿蘇にね、花を持たせて、阿蘇ってなことを言わせよっての。そんなこと言わせやしね、バカなこと言ってね。帰りに二力とかね、三力とかっていう妙な名前のところがありましてね。あそこになんか宮本武蔵って、こうなんかやっとの先生のこの博多かなんか塚があるということ。うん、あのね、さっきのさんね、熊本のお城から数えて一里のとこが一力。ね。次の二里が二力、三里が三力、ああ、四力になるってえと奉行所があると、まあ、混ぜ返すんじゃないよ、まあ、二力も三力もちゃんとこの御番所が置いてあるところなんだよ。水前寺ってとこ行きましてね、結構な登山ですね。うなぎのお前洗いにしたのあったらやったかい。ちょいっとね、生臭で足はこれ言わけましてね、乗り合いを出したよ。プーンと黒香りが、あれあそこだけのもんでね、青だけって真水とあの塩水の間にね、こう入るんだが、どっからこの塩水っていうか海の水が来るんだかこれ分かんないらしいね。なるほど、世の中にはまだ知られんの世話ないくらもありますな。でこれが
大将、旦那から預かりましたんで、ご祝儀頂戴、それじゃそちらの方へ。そう、いや、まあ、これは、お前さん、なんかもらうとこっちの方へ、私は渡す、こう、まあ、習慣というかね、まあ、決まりみたいになってるけども、お前さんね、ご苦労様と言って、私はただこう受け取ってるようだろうけど、これ、どのくらい貯まったと思う？もう、ねえ、いやねえって、どのくらい貯まったと思う？わかんないですよね。ナッシング、なんだよ。どうよそでいいよ。どのくらい貯まったと思うね。まあ、ですかねえ。自分のもんじゃねえですからね。おい、ちょっと待ってくれよ。これお前さんのお金だよ。え、お前さんのお金だよ。私はただ もらってっていう旦那に、いや、これ私の仕事の店の金。そうでないよ。お前さんのお金を私がとりあえず預かってたと。お前さんに渡してもいいんだけど、それよりもと言って預かってただけなの。そんなことはないよ。あしは別に給金もらってるんですから。それはそれ、これはこれだよ。あ、そうですかね。そんなもんですか。話してて私はお前偉いと思うな。応用だよね。昔はどこそこの若旦那だっていうのを話には聞いた。お前さんも言った。まんざら嘘じゃない。いや、本当だ。偉いもんだな。了見がいいな。これみんなお前さんのもんだよ。あ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。どうも。どうもいいけどさ、そのご祝儀これ全部でいくらぐらいあると思う？あると思う？思う。もう心の温ざくる。そうでござんすか。さあ40両、いや30両と。偉い。また偉い。偉いですか。偉い。あのね、人ってものはね、金なんて預けるとね、大概預けた金よりもね、多く預けたなとこう思うのが人情だね。30預けるってと35両の40両の40両集めれば50両、50両なら1本と。そこまでいかないまでもそれを欲目と言うんだが、お前さんそうか違う。だから偉いって言ったんだよ。あ、そうですか。それってと30両40両もっとあるんですか。あるよ。97両ある。今日の3両足すってとなんと木野さん100両だ。100両。お前夢金じゃないんだ。話間違えちゃ困んだ。あのね、100両、100両、そこにあんのか。見せろ、こんちきしょう。ちょ、火炎太鼓入っちゃいけないんですよね。落語いろいろこう、まあ、話に飽きるとすぐまあそういうことになるんだけどね。と、本当に5番で100両。100両だよ。ああ、偉いもんだね。偉いもんだよ。すごいもんだね。すごいよ。結構ですね。結構だよ。大将、その、何の真似ばっかりしてますけどね。まあ、いいじゃない。いい話だ。嬉しいじゃないか。さあ、木野さん、ここだ。この100両ね、もう一本進歩しな。ね。で、もう一本足すと、だな感じをしても200だね。200両ある程度ね、店が出せるよ。ね。で、名前が江戸屋でよければ、のれんを分けようよ。気に入った女がいりゃ、ね。神さんにして流し橋の前に座らせんのもいいだろうしさ。ね。お前さんが来たのも何かの縁だ。私だってこの土地に信頼があるわけじゃなし、お前さんが近場にいてくれりゃ、何するにも心強いや。どうだ、木野さんね。え、どうだ、ね。私と親戚付き合いをして、お供えのやり取りをするような気になっちゃくれないかな。ははは、なるほど、ごもっともでござんすな。ええ、旦那、足の恩人、その恩人の頼みとありゃ、この木之助、何が。まあ、別に急いだ話じゃないんでね、頭の中へどいとくれな。はい、そうします。では手前はお先、2階へ。おお、お湯はいいのかい。あちらで十分に浸かりましたんで。うんかい。じゃあ、おやすみ。えい、明日、おやすみです。おやすみってんで、来たり清介、トン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 と2階へ上がって、布団の上にあぐらかいて考えたね。そうか、100両。どうしよう。いくら繁華なところとはいえ、西海道の果てだよ。江戸の空の下にいるやつは、仲間は今頃どうしてやんだろうね。ねえ、行ってね、行きてえな。あの野郎は、あいつは、あの女は、ああ、ちしょう、こしたの100両持ってんだよ。なんとか、あのね、これ、望郷の念と言いましてね、人間、そう思うと嫌なことを忘れて、いいことばかりが目にこう入ってくるんですね。私はまあ具体的には方々で喋ってるから言わないけどもね、東京にいてね、300メートル先のところに望郷の念って言って聞いたってことわからないでしょうけどね、選挙やってたの。それで浅草やってね、銀座やってね、それで新宿やってた。これで東口って言うんですか、あの伊勢丹のある方ね、であそこでやってね、
終わってぐるっとこの右の方からこのあそこ正面横丁のところにあるんですよ、あそこね、あれくぐって左の今度は西口でやろうっていうのは演説をね、立川談志やってあれやろうかと思ったんですよ。右の行くと出汁の口があるんですよ。帰りたくなっちゃったんですよ。これ初日ですよ、あと一月あるんだけどね、なかなかどう帰ろう高橋で、うん、デンマークの千堀公園を歩いてましてね、え、帰りたくなっちゃった。何なんでしょうね、ほっとけ1週間とじゃ嫌でも帰れるようなスケジュールになってるんですよ。だからあのジャガタラ組なんか読むとね、日本小石屋アナ小石屋なんて読むと、俺はもうたまらなかったんだろうね、あの暴挙の念というのは何なんだろうね、え、暴挙暴挙暴挙終点なんだよく分かんないけどね、それはその土地に会いたい、家族に会いたい、友に会いたい、いろんなことがあるんでしょうね。木之助そんな了見だったのか、こういうのね、自分とこれ木之助とつなげる必要があるのかっていう問題です、お客さん。あ、いねえか、いいよお前喋ってらだからって余計なことお前のことなんだ、木之助のことだけ喋りゃこっちが想像するんだから、お前なんていらないっていうのもあるし、こういうの入れ事っていうんですよ、だからなかなか難しいんだよ。まあいいや、さあ木之助のやつは寝つかれない、鬼神矢のごとしって言葉がありますね、字で書くてとあの鬼神矢のごとしと書くんだけどね、トン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 と降りてきやった、うん、まだ 寝ないの、ね、寝つかれないの、うんうんうん、竹書房から持ってきたエロビデオがあるけどね、いやあの布団へね大将入ってね、しゃトロトロっとしたんですよとね、足の夢枕にこうおぼろにこう立ったのがこれ誰だと思います、知らないやん、こんな夜言われたって、じゃあ昼間行って、まあ、昼間も何もなん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 、これがなんとね、ね、なんとね私の母親、ほうね、その母親の言うのには、おっかさんの言うのには、お前のいるとこはどこだってえから、私は肥後熊本さと、熊本どこさってえから千葉さ、千葉山に綿抜きがおって、何くだらないこと言ってんだお前、その子供のそのまりつきじゃない、いやけどそのね、その母親が足に言いました、落ちゆく先は九州相良、急げばならぬ、いや道は遠い、帰ってくるなら今のうち、なんです木野さん、え、お前さん百両と聞いて里心はついたね、いや別にあっしゃ図星だろうお前さん、いやそんなことにすれ、あっしゃ旦那に世話になって今日がある、旦那の心というのは褒め身に染みて、染みてありがとうと真の底から思っておりやすけど、たった一人の母親がどんな寂しい思いをしてるかと思うと、ちょいと江戸へ一足眼首見せ、ちょちょちょお待ちよお前さん、何度てとその口調になるけど、もうおかしいじゃない、お前さんのおっかさんってのは何か二人いるのかい、二人ですか、まあ一人ですね、一人だろ、親父も一人です、一人だろよ、でこの江戸へ泊まった時に行ったことは私覚えてるよ、二親に何だい、林に分かれてはぐれ鳥、薬年の焼き肉屋野の金にす夜のつで鶴どうのこうのと言ったり、あれなんなん、そうなんですよね、だからおっかさんがね二人のですから、その生みの親と育ての親とですね、それから拾いの親とね、推しの親と、なんだい、いやだ後ろから押したりなんかする、な何でやだだだだだだね、うん、お前さんね先生分かるんだよね、私もわかる、私にもそういう時期があったけどね、よく考えるとね、今になって私も帰らなくてよかったと思うんだよね、江戸ってのは生き馬の目を抜くってだろ、百両ぐらいの金を下手すりゃお前まばたくというがな、一晩で消えちまうよ、ね、我慢をしよう、ね、それから先どうでも変わるんだ、私の言う通りここで商売した方がいいと思うがね、まあその通りは違いないですけどね、違いないとなったらそうしないよ、まあさそうなんですけどね、ちょっと一走りだぞ、一走り行ったら困るから私が行ってん、そうなんですね、だから半走り、ちょっと時をとにかく、まあ、間を間を持ってと、こういったようなもののこの鬼神帰りたい心ってやつはお客さんにまたいねえか、始末に悪いんですね、一旦思い詰めたらね、思い込んだら命がけというね、灰田勝彦の歌があったが、旦那が家入ってるってとね、入ってきて背中をこう流してね、ね、大将旦那ね、えでこれがこの辺がこう熊本になるね、でこの骨のあたりがあのこう、お江戸で、うん、わねえなおい、はばかり入ってるってと後から紙持ってきて、これあの江戸紙と言いまして、うん、あ分かった、うん、もういいよ、うん、
もうそれももう江戸のおふくろの分かった分かった、いやいやうるさいのとかそんなもんじゃないよ、言っといで。あ、そうですか、 ありがとうございます。あ、くたびれた。もう今からくたびれたんでしょうがねえじゃねえ。お待ち、その百両はね、手つかずに江戸へ土産に持って帰るように私がしてあげるね。道中の贈与はお前さんのごひいきから集めてやる、方がちょう回してやろうか。ああ、でいいかい、徳力屋なんぞ行くんじゃないよ、ここにはないな、ないけどもシャレだな、うん、この度木之助義母親病気につき江戸に帰らせますゆえ応分のご奉謝をってなことを書いて、方賀町マステーと普段から可愛がられてる木之助残ったから、あっちからも一種、こっちからも一部だ二部だ、中には両と運んでくれるお客がいて、立ちどころに20両ちょいという金が集まったね。木野さんこっちおいで、いいかい、いいかい、木野さん100両の金はね、いいね、これは油っ紙にくるんでしっかり払い巻きつけとくんだ、いいかい、片時も出しちゃいけないよ、寝る時も話しちゃいけないよ、分かったね、うん、でこっちの20両これは財布の方へ入れてね、首から紐へ吊るして、別に小粒で5両ばかりあるが、これは私のね、まあほんのわずかな気持ちだ、これ巾着ぐるみで少ないけども選別で、旅の金、旅籠の金に使って、足らない時は小判を小銭に書いて使うんだ、いいかい、決して小判を払っちゃダメよ、小判で払ってあるところを見られるとどこにどんな目が光ってるか分かったもんじゃない、旅にはごまの灰、道中し山には山の賊、海には海の賊だね、旗もにたまりゃ枕探しの悪いやつはたくさんいるのお前さんも承知だろうけども、気を緩めてぼんやりしてるって言うと元も子もなくなっちまうのが世の中だ、朝は早く立って夜は早く宿へ入る、夜は早く宿へ入るね、まあ、羽目外さなきゃ胴巻きの金はそのまんま100両江戸へ持って帰れる、くれぐれも体とお前さん周りを気をつけておくんなよ、へい、ありがとうございます、何から何まで、明日お祝いにね赤のご飯を炊いてみんなで浄化外れまで送ってやるからね、いろいろ木野さんありがとうね、へい、旦那ありがとうございます、何から何まで、至れり尽くせりだ、じゃあ明朝改めて糸まごいをいたしますんでと木之助2階へ上がって寝ようってんだ、俺は寝らんねえやな、え、目が冴えてるってのがね、体が疲れても眠れないってのはありますからね、のこのこ起き出してね、野郎旅路がとっかかりやがったね、すっかり支度を整えて草履まで入ってね2階でよ、三度傘かぶるばかりにして小田原提灯に太いろうそくこう差し込んだら右手に持って部屋の中ぐるぐる回るやん、何をしてやってこっちゃ、え、カラスの野郎、照明睡眠薬飲んで脳としに、あの寝坊になれやったのかなこの野郎、起きろ、うん、か自分で泣いてもしょうがない、で仕方なくまたぞろ布団の中へ、布団から起き上がってあぐらかけやった、俺がこの100両を持って帰ったら仲間のやつはさぞかし驚きやったろうな、これについてはいろいろ話があるんだからぜひ聞いて、え、欲しいと、もう聞かせてくれって気になったやつを七八人連れて、え、共に連れて吉原へ繰り込んでね、大盤振る舞いしてやりてえね、いつも野良小文がしは面白くないね、ね、先祖の助六に申し訳ねえから角へどうっつ、ね、伊勢すがが気に入ってね、引き寄せられてチャンランチャンランチャンランチャン、うん、ダメ、うん、なんことしたひにゃ100両はおろか200あろうが300あろうが消えちまう、ダメ、やめた、やめたー、うん、吉原ダメだ、うん、吉原はやめ、うるさいよ本当に、なんだあれ、もう吉原の夢見てんのかね、あいつは来るはダメだね、うん、小料理屋なんてさいいね、店の子を造作を気取ってね、16室の小切れやな娘やね、3、4人、おっと4、5人置いてね、俺がいたや客が来るね、駒があたりがいいね、キスの塩焼きに笠井のね、海苔さっと炙ってみんなの茄子の漬物で茶漬け、柳島のあの能勢の妙見様の池で取れたあの鯉の洗い、どうだね、みんな俺の大好物、こうなりゃ大変だ、口のごったやつは来るね、よっ、木野さん、分かってますね、こうだね、こうだね、今度はこれを任しときねってんでね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、毎度あり、妙な声を出すんじゃねえ、おっといけねえ、いけねえって、駒形もダメだよ、吉原近いよね、顔なじみの連中がちょいと帰りによって、全員のねやつが集まって、木野さん、うまいね、またねって、このまたで来たことはないからね、うん、またよくないね、またで遊んで、またで、いや、とにかく、あのね、小料理やめ、うん、芸者屋のがいいね、うん、ついたらしいこう山の神をね、ちょいとこう内緒へ据えてね、小股の切れ上がったあだ名女をね、3、4人、おっと4、5人、こればっかりだ、置いてね、俺は食わゆうわけでね、懐で、今日はどこ行って何食べてってんで日が暮れるとね、あとは向こう
でやってくれる。いいね。ああ結構な身分だね。うん、そのうちにこう抱えの女の子の中にね、俺に惚れるやつが出てくるよ。まあ、岩場みたいなやつやったね。え、山野堀から屋根船で吹田同士のしびの松よう忍びねの浄瑠璃は、やぶのうぐいす気ままに泣いて浮世の酒に酔いのつき、ええ、土手に咲くすみれ山荘仲良いことよ、梅雨の情けに濡れるままってたまらない。ああ芸者屋に決めた。うん、おい寝らんねえな、おい静かにしてこないってえな、おい。そのうちにどこやらで鳴る寺の音、いや鐘の音、ボーンと来たから、木之助のやつは飛び起きるってえと小躍りして2階からガタガタって転がりに通りつきあった。へい旦那、明けの夏が鳴りました。旦那大将お世話になりました。ご恩生涯忘れません。無事に江戸に着きましたらすぐお礼の手紙を届けますから。じゃあちょいとお待ちよ、お前草履履いて、お前傘かぶって、お前こんな地獄に、今7つの鐘を置きね、うん、7つの鐘を持つき、いやほらこっち置いといて、朝は早立ち、旦那におさっととりね、夜は早くね、早く、ちょっとお前夜中だよ、え、寝ぼけちゃダメだよ。よ、寝ぼけるにも寝てねえんですから、今売ったら明けの鐘、おいしっかりしな、まだ9つだ、いえ間違い、明けの鐘勝負あった天気がま、なんだ分かんないね、何言われてもとにかくね聞き耳なんじゃないから、そのまま江戸屋ごめんなすってありがとうしゃってんで飛び出したね。折からの夜明かりに黒々とそびえている熊本のお城を見上げて木之助、なるほどな、さすが聖職様が作っただけのものがあるな、立派なもんだ。細川のお殿さん、お達者で、おやしんしんと、あ古いね、どうでもいいけど、人を食って挨拶するってえと日を熊本54万石のお城を後にスタ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 歩き出しや、ものの2里も歩いたか、ブーンと磯の香りとともに波の音をざんぶりこ、波はざんぶりこ、襟裳岬へ着いたね。そこで森進一と島倉千代子が、いやなんだかんだ金峰山のふもと百貫というね、字で書くてえと百貫と書くんだね、キロに直すてえとどうでもいいや、ここは縁国向けと言いますかな、他国へ行くの、他国たて日本の中ですけど鎖国だからね、大きな船、大船が出るって土地でござんしてね、よ向こうにちらちら明かりが見えるというんで、それへ伝わって行ってみるって言うと、間口が五軒もあろうって大きなうちだね、高校と明かりがこう、大道へこう見えてるね、よ入ってってね、ガッと開けて、ごめんなさい、どうもおはようございます、てるじい、驚いたの何の、赤銅色の顔したね、髪がボーボーで、羅漢様が、羅漢さんが揃ったあんなんじゃない、本物羅漢だ、本物羅漢ってねえんだけど、こういう大男が七八人ね、いろりに並んで、ずらり並んで、いろり旗、茶碗酒、あわ徳島の財、たのきゅう、いやいやな、どうぞ命ばかりは、おたすけお海賊様、どうぞ。いい海賊様だと、バカなことを言わんとき、そう、何を別に脅かしやせんで、たちゃんせ、俺たちは盗人じゃないわい、再会の船人じゃい、道に迷ったのかい、まあ、遠慮はせんで、何怖いことはない、皆心優しく、こっち入って、そう、なんだろう、飲めるなら一杯やらんかね、お、一杯、よ、はあ、すぐこいつは向こうで戻れやがんね。ええ、どに、うん、おふくろ様が江戸で病気にと、およう、わしらの乗る船は江戸へ船に運ぶ2000石積みの船じゃがな、便箋は天下のご法度じゃ、それもね知らないわけじゃないんですが、お邪魔にならぬようにですね、船の底にへばりついてますんで、こう人間と思わずにこの船虫と思って一つなんとかこう乗せてやって、いやこの置いておくだけで結構なんで、なんとかお江戸まで、おお、親孝行に免じて船頭殿に頼んでみしょうか、どっか人に好かれるところがあるやつと見えて、結果内緒、江戸までじゃあ一つなんとかってんで OK と二文字が出ましたら、まあいよいよ出船だ、出船ではね、歌は出船と言いますね、出船のドラが鳴るなんて言いますが ね大勢の船人が集まって砲をかける、ね、こーりゃせい、あれは伊佐のせい、こーりゃせい、俺は江戸の方はこっち行きせい、あどうもこれはこれは船頭様でお初でございます、おかげをもちまして江戸まで350里でございますか、安穏無事に帰ることができます、なんともよ、ごい安心するのはまだ早いわい、船底は板子一枚地獄と言わない、安穏安穏と、あ
新油断は禁物じゃとは言うが、わしらとお前さんは一蓮托生、わしらも命や惜しにも惜しい。しかし船は帆任せ船頭を任せと、まあ、この通り大船に乗った気で俺は祝える。ありがとうございます。おーらせーほわい。船子たちがシャチという機械でこいつ取り付くてとギギギギギギーと、巻く怒りが上がる。ほわいっぱいに風を受けて、おまけに雲一つない上天気と来てるからね、海は一面油流したようにね、大変結構な船日和ってね、おいてにほわげてしゅらしゅしゅしゅに戦国の大船だ。まるでお城が動き出したような塩梅に、江戸の客人、いや船屋ぐらい上がってきなさい。でこちらの船口でございますからね、船底にこう張り付いて、いや心配いらん、沖へ出りゃ船の世界、こっちへ上がってきなさい。こっちへ来なさい。へへへ、あどうも、ここが船頭様のいなさる場所ではない、はい、とかでございますね。おおどうじゃ、山が向こうに動いてるようじゃろう。いや俺船が動いてる。当たり前じゃん、わざとそう言ったんじゃ。ちょっとシャレが上がんなくてすいませんね。ところでもう10丁ぐらい行きましたが、アホを言わんて、七里は走り申した。ほら七里わっとろきましたね。はあ箱根ならもうわずからもんでね、タバコ一本はたくまに、おりゃせい、あれはいさどっこい、まあ、バカなこと言わんすよ。江戸の客人がはたくはいか、船乗りの意味言葉じゃ。ああいやなるほどね。あそうですか。でもなんだそんな、こうやってこう船出ると皆さんこう教えてますが、出船の時は大変だ、まひっくり返りなさい。おやお口を引きやすんだ、そのひっくり返るっちゃらいかんだな。ああなるほど、ひっくり返っちゃうからな。さあそうですな、ご勘弁願いますね、ご勘弁ご容赦、自動車、あそこにあるこの綱は何なんですか船頭さん。あら絆といってな、もしもの時の命綱じゃ。ほう、蛇がこうとぐろう。偉そい、口なあいかん、口やあいかん、蛇のこっちへ。船玉様がお嫌いになるわい。船玉様、おっかないですか。いや怖くはね、摂津の国は住吉の神、水天宮の神、金比羅大権現の神とな、たくさんいなさるが、この船の守護神というか神様は金比羅大権現様じゃ。ついでにご神体を申そうならば、一天地六のサイコロ、髪の毛人型五穀ゼゼ、これを神体として船中に祀るんじゃが、それが船玉様じゃ。ほう、船のどこへこうしまっておくんですか。小柱を建て持つところの大穴じゃな、あそこへ。で、おなごがややこを産むところを船玉様と言うじゃろうか。なるほど、これ驚きましたな。一本取れですね。江戸の客人、この千里眼でこれ陸海なんせ遠いところを手に取りようじゃぞ。おお、透明眼鏡でございますか。ちょっとおかしいよ。ほうほう、何も見えませんで、おりゃさいいと、またしくじって。そうやね、メガネの鞘は取ってない。まだ驚かしちゃいけません。なるほど、いや見えますね。はあ、ずっと見えますね。あれはマウイで、向こうがカリフォルニア。つまらんこと言うなね。船にいろんなのが貼って、こういろいろ、まあ今いな、船印と言うてな、その船の持ち主さんの御紋じゃ。おおおお、いろんなのありますね。墨切り角に三両引き、奮闘土こびし武田菱、かぐの目六角に二つ引き、変わったところでほかげ船、供養の星の紋所はおらが殿様細川公だ。ほう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 、向かい鶴はあれ南部様、丸に頭は土佐の侍従山の内子、一攫三成は長州公毛利大膳の太夫じゃ。ああ、だから丸の中に十と書いた大きな船はどなたの。丸に十の字を知らんとは情けなか。あれは丸に十の字のお原派、薩摩の国の殿様で松平大隅の神様で、俗に言う島津愚州様のお船だの。2950石積みが日本一のお船じゃ。3000石はお上のご金星、天下のご法度での。はははこっちの方に見えるこの山は何というお山でますか。あれは阿蘇のお山だ。こっちが雲仙、間にそびえるのが妙見岳じゃ。よく見ときにしい。でこの眼鏡というのは、これは盗物といいますか、盗門でますかね。いやこれは日後の国の長崎丸山町影鶴王の剣丹にものともんじゃ。剣丹、なぜか剣丹ってな、江戸で申すジョロ、オイラ、京都では小山、大阪では京成、なもんじゃい。色っぽいね。ところによって呼び名がこういろいろ変わるんですね。船頭様なんざ
兵庫をこういろいろ回ってますから、いろんな呼び名を知ってるでしょうね。おお、そもそもじゃ。そもそもと言わしたな。はあ、もそもそでなくてそもそもなんじゃ。いやいや、ええ、浮かれ目の呼び名は紀代にては小山結成、江戸では女郎、伊勢の山田ではあんにゃと申す。あんにゃもんにゃ、余計なことを申すね。紀州戸和浦では走り金、近江の国では粗物というな、うん、ずいっと下がってでは秋田では根持ちという、寝る鳥持ちと書くかの。奥州白川じゃ御酒楽、酒の楽しみじゃ。越後松前では夜間というな、越後の敦賀では寒氷という、つまり夕方顔をさらす、すなわち夕顔をさらすと。もほう、なるほど。越後の浜辺には浮見という女子がおってな、旅人がこの土地にこう投入する間、浮見を設けて御事となると、こういうことだな。でこのうちを浮見宿と申す。有名な松尾芭蕉さんの俳句に、海に降る雪や恋しき浮見宿とあるじゃろうが、芭蕉さんも女子好きだったんじゃろ。ああ、尾張の国では草餅、駿府ではあん餅、遠州掛川ではおしっくら、落語にあるじゃろうが、一段下がるさ遊び目では京では辻気味、河内で秋華、花のお江戸で豊かと申すじゃ。なるほど。紀州では元妻、幻の妻といういい名だな。平戸では梅八、長崎で探検よ。近江の越川では蓮香、東海道鳴海ではおじゃれ、越後柴田で尺というのは流れ目を組むという心じゃ。曹州小田原で爆麦じゃ。え、遊び目が米と申す、によって下で麦という。伊勢の松坂では出女房、美濃の国では木下、目の下じゃ。遠州では矢蔵、信州軽井沢で青社。江戸の客人これだけ喋るとくたびれ申すぞえ。驚きましたのかどうも。ありがとうございました。大体わかりました。そのつきにしない。江戸は豊かで、そりゃわしも分かっとるわ。待てば海路の日和かな。船はぐんぐん波に片手て進んでいく。このまま江戸へ着けば何のことはなかったが、世の中神津魔王氏とかで、ね、折しも差し掛かった、これぞ名題の限界なのだ。ダディーンと打ち込んでくる波のしぶきは船べり越えて木之助の顔へかかった。いえ、冷てえよ、いけませんよ、妙な気分になってきていけません、嫌ですね。これ一、その一、息の方から、息の島の方から薄墨と言いたいが、これがだんだん濃くなるような雲が現れてきて、みる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 広がって黒い幕を覆ったごとくな、ぐわーっと音を立った突風が帆に当たる程度帆を巻き込んで、ギリ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 、まるでぶん回すということはそのまんま、雲がだんだん熱くなって、時々ピカピカピカピシーッと不気味に走る稲妻、もうこれまでと一点にわかに書き込まり、漆流したような、あやもわからぬ真の闇だ、生臭い鐘が大粒の雨をピューッと運んできて、プツリプツリプツリと降ってるうちが、すりがせいぜ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 いっと押してくるってえと、あとはもう車軸流したような土砂降りになってた。俺終わらしなしたぜ、大変じゃい、ここにゃせい、客人を船の中へお連れ申さんけい、ダダ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 。大きな音なんてもんじゃない、まるで高さが帆柱ほどもあるが、高波がやってきて揺れる、何のことはない、まるで海の中に入ったようなもんだ。揺れると向こうから波が来るって言ってることは分かりますかな。ダラダラーンと来る人も荷物も一緒に叩きつける、グラングランズインデイン、何と言っていいか分からない。もちろん木之助生きた心地なんざありゃしないんでね、船頭の指示というか、お前さんこっちの方へってんで帯とかされて、こいつを船の中の柱にやろうし、ギーってんで縛りつけられた。うん、ほら危ねえぞ危ねえぞ、ベーズイヤーズイヤーズドーンと来る帆柱が危ないから柱が切れっていう、ほらもう最後だね。過去が3人手物を振るって帆柱へ打ち込むけども、風がピシーッ吹くというか巻くというか、あれ狂うから、船は揺れに揺れるから腰が定まらないから、なんと打ち込んだってどうにもこうにも帆柱を切ろうにも折ろうにも、それでもどうやらやっと七分型打ち込んだところへ一陣の大風がピーッと来て、ブルブルッ、そのまんま頑丈な帆柱が根元からあっという間に風に折られて、そのまんま真っ暗の海の中にピューッと飛んで、それっきり身内じゃーと悲痛な船頭の声だ。身内というのは船を助けるために船人というか船の人、乗ってるもんの食い縁の米を、まあ、10票ぐらい残して、あとは一切合切、大事だろうが何であろうが全て海の中へ放り込む、つまりこれで助けてくださいということだ。しまいには、タブさん、きれい、
その頃のタブサというのはね、人間の何というかなプライドの塊みたいなものを頭に乗っけてんだから、こいつ命には変えられない、神様のためにというんで、これを切って残らず船の神様の水天宮様、つまりコンピラ様へこう供え物として放る。昔の言葉で表現をするとね、客人大高波に寄せくる時は九丁の天八歳の地28宿の屠殺天弥勒菩薩のおわしめす四十へ微妙の購入へ持ち上げらんばかりと思えば、巴白波の没する時は十万億の山天の下閻魔大王の治めまする冥界は和田積の鱗宮に引きずり込まれんばかりなり、一乗一芸上がり下がり老里白状飛ぶがごときに上がるがごとく交流の稲妻にあって天に昇り、万年の神器神言の託戦を得て再会の波に沈むと思わなく、二日二晩狂いに狂った限界など差し物大船が木の葉のもとく翻弄されてこの世の果てを行くことしばし、やがて三日目の夜と朝の間違う頃明けなんとする夜を捨てドドーンザーンと大音と共に打ち上げられたのが燃えて火を吐く桜島。あのね、薩摩の桜島から江戸までが四百里、死後の熊本から江戸までが350里。木之助のやつあんまり帰りを急いだんで、なんと野郎50里吹き戻されやがった。命からがら方法の体で野郎這いずりように帰ってきた熊本の江戸屋、木野さんどうして、こういうわけでした。よくまあ命がありました。ええ、働きましたね。天はちゃんと知ってるんです。天が許しませんですな。江戸の空に嫌われました。そんなこと言わなくもいいよ。玄界灘のね、波に焼き餅を焼かれたと思えばそれでいいだろうよ。まあ旦那お人がよろしいんでそう言ってくれるんですがね、これでも当分あっしらとも船へ乗るにも帰るにもそう息が起きなくなった旦那の意見がしみじみ、遠回しというかズバリ聞くようになりましたよ。驚きましたよ。どうだったのね、どうにも何にもね、旦那ね、あっしがどんな、いないあっしがね、どれほどうまい講釈師が喋ろうが話し方のたまろうが、どう何と言っていいのか、もう世の中こんなに、このうわかあ空はすごい波がすごい生きた心地なんてもんじゃござんせんですよ。こんな地獄がこの世にあるかというものすごいバリバリドシンズドンというところをやっとのことで、いいじゃないかお前さん、誰にも味わえないことを味わったんだよ。死んじまえばそれはねえ、さ大変なことだけど生きて帰ってこられたんだよ。変な言い方、私だって生きて帰るくらいならそのすごいところを味わってみたいと。旦那冗談やからば分かってるけどもね、考えてみりゃお前さんも交代無変とでも言う、随分大きなことをしたね。大きな話だね。しけた話ですわね。